ーケティングって、ええ、結構自分プロダクトローンチとか、まあ、当時ゴリゴリオラオラの洗脳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 で最後ナビナ見せてドーンみたいなのをはい、はい、まあ、裏方やってて、はい、そのシナリオとか、うんうん、今我々はカンペ一個もないですけど、そういうのもドバーって貼って、うん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 、まあ、マーケティング、うん、クロージングってやってるのがマーケティングの普通だと思ったんですけど、はい、なんでトシさんは真逆にいけてるんですか？いけてるっていうか、長くやろうと思ったらこれじゃないと無理ですよ。自然か不自然かって話ですか？いや、自然にやらないと。まあ、そうですよね。だって、生きていけなくないですか？あ、そうです、心苦しくないですか？まあ、それありますよね。なるほど。でもそれにしてもやっぱり自分のマーケティングのイメージって、まあ、マーケッターの人のイメージって、はい、まあ、お金大好きでゴリゴリオラオラで、どう返金されないようにするかぐらいしか考えてなくて、はい、でも結構案件でも綺麗なところは話すんだけど、こっちの自分だったら商品リサーチ大変だよとか、そういうのはなるべく省いて、なんか誰でも簡単感とか1日5分の作業で月収100万とか、なんかそういう金銭的なことばっかり言う人の方がマーケッターの人ってなんか大多数な気がするんですけど、イメージですけど、偏見、はい、かもしれないですけど、はい、やっぱりマーケッターの方って、まあ、売れてなんぼっていうところ、まあ、正直あると思うんですけど、そうですね、そこら辺ってどう、まあ、それはね、求められるところが何かによると思うんですけど、まあ、まあ、確かに売れてなんぼかもしれないけれども、なるほど、でも、まあ、そういうところにはちょっと組みしないって言いますか。でもそういう案件って来ません、やっぱりお仕事として。いや、来ます、来ます。確立されてるチームでやってるから、まあ、来るけれども、それはうちはやらないんで。ああ、なるほど、なるほど。トシさんといろいろ話させていただいて、なんかおわって目から鱗だったのが、はい、まあ、動画でもちょこっともう実は話したことなんですけど、うんうんうん、そのおかん、なんだろう、マーケティングってその人をドバって入れるって活動ももちろんあるけど、その合わない人を排除する目的でもマーケティングってあるんだっていうような胸の話をされてて、自分ってなんか人を集めるイコールマーケティングだと思ったんですけど、来た人に対してあなた違う違うってこの省きを入れていくっていうのが、あ、なるほどなと思って、その発想を持ってるマーケターの人って少ないだろうなと。自分はその昔のネットビジネス界とかのマーケッター、自称マーケッターの人とかもたくさんいらっしゃいましたけど、見てて思ったんですけど、うん、そのなんかちゃんと仕分けするっていうか、言い方悪いですけど、うんうんうん、だからあれなんですよね、あのお金お金って言ったらそういう人が集まるって発想なんですか？そうですね、うん、まあ、結局そのどこまでが自分の仕事と思うかだと思うんですよ、はいはい、結局その売るまでが仕事で売ったの知らないよっていうんだったら別にどんな人が来てもらってもいいじゃないですか。おー、まあ、おー、すげー、うん、ありがたいですね、うん、でもビジネスってずっとやっていくもんじゃないですか、永続していくもんですよね、はいはいはい、下手すると自分の生涯よりも会社の方が長く、ね、はいはい、存続していくって、でもそれは普通じゃないですか、はいはい、それを目指してやっていくわけですよね。ってことは、入っていただいたお客様が次もまたリピートしてもう一回入ってもらうってことですね。なるほど、なるほど。だから買ってもらった瞬間から次のマーケティングがスタートするんですよ。ああ、いや、今すげーとか言ってたのは、まあ、自分も言ってることで、世の中巷のマーケッターはその自分だったらね、コンサルティング受講しますってなるとこがゴールになっちゃってて、はい、でも生徒さんからすればそこスタートじゃないですか、うんうんうん、だからそのマーケッターのゴールと生徒さんのスタートってなんかそこが一致しちゃってるのがおかしいなと思って、うんうん、生徒さんのスタートは他の人にとってもスタートじゃなきゃいけないし、もちろん講師もそうだし、はい、だからその売れたら終わり感じゃないっていうのは、売れたら終わりじゃないっていう発想をマーケッターの人が持ってるってやっぱり土の子ですね。なるほど。いや、珍しいですね。なるほど。講師としては嬉しいですけど、うん、そういう方いらっしゃると。いや、そうじゃないです。だって講師の方とじゃあマーケッターが一緒にやりましょうってなった時に、はい、1回で終わるじゃないですか。だってそうです。なんだ、あんな変な人ばっかりなんか全然ね、はいはい、稼げるって言ったのに稼げないじゃないかとか、はいはい、1ヶ月で稼げるって言ったのになんで3ヶ月も通うのかみたいな、ちょっと言ったことと違うみたいなことでどうしても怒るじゃないですか。起こります、起こります。そうなっちゃったらもう関係できないですよね。もう次じゃあまた続けてお願いしますってならないじゃないですか。あ、なるほど、なるほど、うん、そうですね。確かにその使い捨て文化みたいなのありましたよね、そのネットビジネスだと、うんうん、1人なんかどこの
言い方はですけど馬の骨とも分かんない人がひょっこり出てきてプロダクトローンチやってでっかいキャンペーンやってドボって稼いで消えるっていうとか、あとネットビジネス界だとえ、あの女の子いきなりキャンペーンやり始めたんだけどあの子いつもパーティーに出てただけじゃんみたいな子がキャンペーンでなんかいきなり先生みたいになって一瞬で消えるってパターンありますよね、はい、あの使い捨てられる感使い捨てマーケッターの方に、はい、まあ、それは確かにそうですね、うん、結局またこうやってお話できる機会欲しいですし、うん、っていうとそりゃそうですよね、うん、そりゃそうなんだけどそうできてる方少ないからは珍しいなと思って。なるほど、ね、いや、 やっぱりでもその方が最終的に幸せじゃないですか。言ってみればお金がじゃあ一瞬でドーンって稼いで、はい、じゃあそこで仲たがいしてなんか恨みを買って、うん、でまたじゃあ次の人を連れてきてまた恨み買ってみたいな、はいはい、そんな一生って嫌じゃないですか。嫌ですね。いやでもそれだけ まっとうなことなんだけどそれを、ね、教えてらっしゃる立場の方が言えるって一番嬉しいですね。ありがたいですよ。いやでもそれはでもそれを貫くんだったらやっぱり実力が必要ですよ。あ、なるほどなるほど、うん、それはだって嘘を言ってなんか絶対稼げるとかなんかねもう保証するみたいなこと言ったら、はい、100%120% 再現性とか言ったったらそれは買うじゃないですか。そうですね。であと知らないよって言えばいいだけなんで、うん、なんか簡単じゃんそんなの。誰でもできるそんなの。確かにそうなんですよね。いや嬉しいですね、やっぱりこういう人がマーケターにいていただくとっていうことで、珍しく自分がマーケターの人を紹介するなんて思わなかったんですけど、でも自分が正直最近、まあ、正直 YouTube 自分の YouTube ちょっと広めたいなと思って、はいはい、YouTube の広告自分の動画を広告かけてちょっと出すとかやってたんだけど、あれも最近うまくいかなくなっちゃったのがきっかけで、 なんかねそのドバッと人なんて集まらなくてもいいから本当に徐々にだけれども自分にリーチできない人がトシさん通してなんか何人かでもいいんで、うん、来ていただけたら嬉しいなと。仲間作りがしたいんでね、一人でやるよりも楽しいしみんなでやった方がっていうのがあって、ちょっと今回こんな感じで違う、すいませんめっちゃ話しちゃいましたけどお時間いただいて話させていただきました。